なこんにちは、佐々木優香です。パンチングマシンやった後なんですよ汗やばいっすね、汗がやばい今日はね、っていうかそのままの流れなんですけど、小川直也のマッスルジャッジメントをそのままやってみたいと思います。これ握力と背筋力が調べられるんで、全然測ったことないです。握力とかめちゃくちゃ久しぶりです、食べられるんです。それこそでも背筋力なんてもういつぶりか分かんないですよ、多分。そうなんです、普段全然やらないんですか。全然やらないです、ね。でも背筋力ってなんだろう、あれ、デッドリフトとかでも背筋でしょ、多分。背筋が145、ちげえよ、俺も140、30歳だよ140と高い46です。そうですね、おそらく超えられるっすおそらく超えられる、さすがに。でも手ちっちゃいんですよ、めっちゃ。あ、そうなんですか。そう、握力ね、マジでね、ちょっと自信がない。握力。右利きは右の方が強いんですかね。いや、絶対そうでしょ。逃げ。1上がったって。絞った時に1上がったって。46です。46。一般人男性。あ、一般人男性。あ、そうですね。これ。あ、じゃあもう平均です ね、 ですね。本当に平均ですね。僕だったら145。あっ、決めちゃったよ。あいつめちゃくちゃ強い。はい、じゃあ上げるから。はい、ありがとうございます。おお、よっしゃ、すごいですね全然強くないでしょ、平均。すげえ、まあ、あんま強くないっすね、やっぱ。次、背筋入れましょう。はい、これ自信ありますよ。本当ですか。これ自信ありますよ。これね、自信ある。平均145でしょ。145、はい、自信ある。うわー、すげえ。よっしゃー、いい。255。これ強いんじゃないですか。平均なんで、255だから。やば、これ強いでしょ。すごいですね、これ強いでしょ。255。あ、めっちゃ強い。握力55の255。背筋力結構自信あるんですよ。レスリングやってたから。ああ、そうなんですね。そう、絞るの確かに確かに結構自信あるんですよ。よし、はい。ちょっとね、パンチングマシンがめっちゃ疲れた。しかも今日練習してたからめっちゃ疲れた。バッティングやります。この後バッティング、次回ちょっとバッティングをやりたいと思うんで、はい、ちょっとホームランを狙おうかなと思います。もうアップ終わったんで、今次回もぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。で、また前回みたいな感じで自分の背筋力とか握力とかコメント欄に載せてもらえたら僕も見るんで、ちょっとはい、ぜひ書いてみてください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ゆうかでした。バッティング行きましょう。おー、いけー